何にもしてない、まだ何にもしてない、分かった。はい、皆さんこんにちは、はやたです。今日の企画は、前回ね、このペイとこの企画をやったと思うんですけども、今回はそれをあーちゃんでやっていこうと思います。インスタグラムとかではよくペイがペロペロしてる動画の方が多いと思うんですけど、実はあーちゃんもペロペロしてくることがありますので、今回はそちらをやっていこうと思います。では今回の主役を呼んでいこうと思います。あちゃんの女、よいしょ。はい、主役のあーちゃんの方に登場していただきました。かわいい、かわいい。ほらこうやって舐めてくるんですよ、あーちゃんも。これペイね、これペイ。あ、どこ行くの、あーちゃん。あーちゃんどこ行くので、あーちゃんもね、気が向いたらよくペロペロしてくることがありますので、そちらのタイムアタックをしていこうと思います。多分ペイよりかは短いんじゃないかなって思うので、早速やっていこうと思います。あーちゃんどこ行くの。あーちゃんどこ行くの。レッツバランバラン。皆さんお待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。皆さんのモニターですよ。前回のペイのバランバラン動画見ていただけましたか。そこで僕がした実況が好評だ。おっとうるっとした場面転換、スタントノイズらしい、明らかな撮影ミス。左下に出たこのペイのパランパラの動画と比べると、なんかテンション差ありすぎて耳キーンになりますね。どうっと、あーちゃんの動きが止まりました。ハヤテの息が似合うのでしょうか。あーっと、またぬるっと再開、編集の乱用です。現在タイムは45秒を経過したところ、あーちゃん仕方なく舐めてやってる感がたまらなく可愛いでございます。さあここからが勝負、ハヤテの愛情を、ハヤテの忠誠心を、そのバランバランで見せていく。止まった、ハヤテよりもお母さんの方が大好き、あーちゃんだなさい。おー出た、ティンクの音を寝ると最高。うもうだよ。あらやだ、あらやだ、奥さん来ちゃったわよ。これイルドラよりドロッとした三角関係の始まりです。ペイがパランに、アーもパラン、俺もパランしたい。選手交代ってあり。はい、ってことで、あーちゃんのペロペロが終わりました。ペンと距離全然時間短かったと思います。ほんとすぐ終わったんで、顔も全然痛くないです。じゃあどこ行くの。あーちゃんが部屋からも出ていきそうなんで、この辺で終わろうと思います。じゃあ最後ペイ一緒に移ろう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。